イーンのネックレス滝和人です。それでは、高速道路合流でフル加速やってみましょう。パワーバンドの5000から7000を使ってみたいと思います。後方車両なし、いいですね。じゃあローギアからいきます。はい、もう100キロです。こんな感じで のあっという間に加速しますよね。でこの加速力っていうのは100キロくらいまでなら50馬力といえども全然遜色ないんじゃないかというふうに思います。はい、それじゃあまた行きますね。